お力になれずかたじけのうございます。謝罪などいらぬわ、役立たずめ。百姓ならばあるいは。そうかもな。酒井様、お見苦しいところを。純真、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。探すとは梶原のようなものをか。見つけたのですか。ああ、自ら妻子を殺めおった。私はなんと愚かな。力を落とすことはないぞ。何も隠してないのだな。こたびは誰を探しておいでか見当もつきません。案ずるでない、俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。そうしたものと一緒に。そうか、助かった。尋ね人は見つかりますか。形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう、なれど。詮索はしてくれるな。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。盗人とは何者ですか。あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名は舞。我が家のかつての次女だ。3年前盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな。穏便に済ませたかったが、糸間を取らせた。処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。いたぞ、舞だ。浪人もおります。密やかに近づきましょう。何でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主が直々に売るそうだ。さあ案内しろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ事はいい。宝の在りかに行くぞ。舞と話すのであれば浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。前が傷ついてしまう。待て、見つかりたいのか。隠れろ。気を抜いておるな。私が。
昔、茶屋で働く女がおりました。その人生は近すぎる。彩りもなし。ところがある日、坊主が茶屋にやってきて、一人で女と交